ははい、いこんにちは合チャンネルの小賀です、えー、先月のことなんですけども、えー、私たちはたしあいがスポンサーをさせてもらっている、えー、てっぺんジムの、えー、梅井大成選手がライズに、えー、参戦しましまたで今日はなんですけれども、まあ、私会場に応援に行けなかったんですけども、まあ、あのインターネットでねその試合を見ていてん 思ったんで、えー、ちょっとねそれをきちんとやっぱりモヤモヤも残ったので検証してみたいなと思ってちょっと動画を作らせていただきましたで「うん?」って思ったって何かって言ったらその動画で解説をしていたのが、まあ、ライズのね直樹って選手なんですよでこの解説とえー、我らが梅井大成選手のまあ 何て言うのかな場外戦がなかなか面白かったよってことでちょっと特集したいと思うんですねでそもそもライズの直樹っていう選手を皆さんご存知でしょうかであーこいつって多分思うと思うんですよ、まあ、ライズの直樹といえばね2020年10月に行われたトーナメントえー、白鳥大樹と 原口がトトーナメントで、ね、白鳥と原口どっちが強いのかいよいよ決める時が来たみたいなそんなトーナメントで、まあ、まさにねかませ犬的に参戦した男なんですよでその第1回戦で白鳥対直樹が行われたんですよねでところが優勝候補その時筆頭だった白鳥泰樹に まあ、まさかのまさかの TKO で勝った選手なんですよ。でやっぱり勝負って分かんないなこういうことがあるよな白鳥もガードは甘いしなーなんて僕も思ったんですけどもあれはねラッキーパンチとかじゃないんですよもうコンビネーションで「ジャブ膝みたいな感じで見事に白鳥のね額をぱっかり割っちゃってもう貫禄のねえー、勝ち。 もうドヤ顔してるもんまあそうなりますよ、うん、でも全国にね衝撃が走った瞬間でしたねマジでで全国に衝撃が走ったんだけどほんの一瞬だったんですよだから未だに知名度はそんなに高くはないんじゃないかなと思いますでなんでね一瞬だったのかってことなんですけど決勝で彼はですね えーまあ、もう一人の優勝候補であった原口選手に秒殺されるんですよね。で僕もねその時に直樹選手を応援してたんですけどもまさかこんなことがねこんなダークホースがいるのかって感じで応援したんですけどまあがっくりしたのを記憶にあったんですよ。ね、で全国を一瞬で盛り上げて一瞬でがっくりさせたっていう、えー、選手だったっていうことは私もね記憶しているんですね。 で今日はその直樹選手の、えー、試合解説について、えー、お話をしたいと思うんですね。で梅井大成選手の試合をその直樹まさかそのね白鳥に勝って原口に負けたっていうああの直樹かって直樹って名前いっぱいいるじゃないですか。ちなみにあのこの間梅井大成君と試合をした人も山田直樹って直木なの 直樹って名前本当いっぱいいるんですよ、うん、であの直樹かと白鳥の額を割って原口に秒殺されたあの直樹かって、まあ、僕の中ではねあのピンときたんですよねそれが解説したのかっていう感じなんですよね、うん、で、えーまあ、先月3月28日だってね28日行われた、まあ、3回戦、えー、梅井大成選した山田直樹選手 ちなみに私のね、果たし合いというイベントも、ほら、見てください、ロゴでね、スポンサー入ってますからね、これこれ。ねで、この試合はあの、あのね、那須川天心選手も、梅井大成さんのセコンドに入るというね、力の入れようって感じなんですよね。あちょっとね、見たことあるロゴ入ってますよね。で、試合はというとですね、えー、最初はですね、えー、直樹選手は、 梅井大成選手に好意的なんですよ蹴り早いですね、梅井選手。いい蹴りですね、梅井選手。蹴りのキレがいいですね、梅井選手。ってね、こんな感じで言ってたんですよ。ところが、試合が判定になって、まあ、まあ、本当にいい試合でした、梅井選手の勝利だったんです。で、ゲストにアイドルがいたんですよ。で、そのアイドルもね、今日の試合、この試合、ですよこの試合、面白すぎて、 息ができなかった勢い止まんなくて本当面白かったって言ってるんですよちょっとその動画の様子はね美考欄にあのリンク貼っとくんでぜひ確認してみてくださいで私自身もねやっぱり協賛しているスポンサーとしてねハラハラした面白い試合だったと思うんですねでやっぱり協賛するっていうのはどういうことかって言ったら、まあ、大勢君にやっぱり那須川天心を超える選手になって くれるっていう確信もあるし願いも祈りもあるし本当に、まあ、体は戦ってないけど心は一緒に戦ってるよと祈りを込めてるよっていう感じなわけですよねでえー、まあねここからね試合が終わって梅井選手が勝ちましたとなったわけですよでここからあのー、なんと直樹選手がね場外戦をふっかけ始めるんですよえっとね まずね再現しますね、私、動画見てちゃんと見ましたからえ判定は梅井選手でよかったですけどちょっと戦い方変えないと人気出ないですねって <laughs> 言,言い出すんですよで、減点取るまでしなくていいけどレフリーももう少し踏みつきに対して厳しくしてもいいと思いますねとでそして、直樹選手のこの口撃がもうポン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 出だして とどめにね大爆発したのは梅井選手がリング上で勝利者インタビューをした後の子だったんですよでちなみに梅井選手がその直樹選手の逆鱗に触れてしまったリング上の挨拶はどんなのだったかっていうとちょっとやりますねえー、こんにちは関西から、えー、ライズのトップになるためにチームてっぺんに移籍した梅井大成です今日も前回に引き続きあんまインパクトもない試合だったんですけども まあでもフェザー、あんま盛り上がってないんで、ちょっと僕も2連勝したんで、脇役扱い戦闘、僕もちょっとだけでいいんで、試合順上げてほしいです。お願いしますで、これから皆さんもね、俺がいるから、フェザー盛り上がるんでみんなついてきてください朝終わりがとうございましたまあこういう名産選手の挨拶をす。俺はね、全然いい。 いいしよく行ったって思いますよ正直勝ったのも嬉しかったしもっともっと活躍してほしいしでこんな風に那須川天心とえジムの人とねほら記念撮影してるわけですよねでなぜかここで解説の直樹がぶち切れるんですよでなんて切れたかって言ったら 正直、第3試合でこのま、このマイクよく持とうとしたと思いますね。このマイクアピールはいただけなかったと思いますね、と。これね、<laughs> あのー、なぜかね、怒りの口撃を始めるんですよ。で、だけど、やっぱり、さすがは我らが梅井選手。ね。あのー、梅井選手は、この口撃にも素早く対応してるんですよ。試合後、ライズのね、 あの勝利者インタビュー試合後のインタビューでこの苦言をすでに耳にして口撃反撃してるんですよね公の場で反撃でえっとなんて反撃したのかって言ったら「ライズってワンキャッチありですよね」ってんか解説のやつが「これ組に行ってますよね」とか言ってて「ワンキャッチありですよね何がいけないですか?」と。 行って苦言返し、うん、まあ最後はねこんな感じで大勢スマイルでね <laughs> 終わったんですけどもまああのやっぱりね大勢選手は蹴りへの反応っていうか格闘技の反応も早いけど口撃の反応もねこ解説の試合中の解説のもう耳に入れて試合後インタビューでポンと言い返すと。 まあねキックの試合っていうのは蹴られたらすぐ蹴り返すってありますけど口でもそれができてるっていうねやっぱりね天下取る男は違うなと思いますねで実は梅井選手っていうのは本当になかなか面白いところがあってあの那須川天心チャンネルにもすごくたくさん出演して那須川天心と激闘を繰り広げてる選手なんですよねでまあ、ちなみにほら果たし合いもねそこにロゴとロゴだけですけど出演しますで まあ今回ねその場外戦で梅井大成対まあ直樹ってやってくれたんですけどもまあ僕としてはこの口激戦まあ実際のリングだよね階級が違いからなかなか実現しないカードだけどこの口激戦はまあもちろん梅井大成の勝ち判定3-0ぐらいでね勝ちだったんじゃないかなと思いますねねまあこれからもねライズね。 やっぱり場外戦も楽しませてほしいなっていうのが私たち果たし合いの切なる願いですはいまあ、そんなところでまたありがとうございましたまたお願いします